僕が話することによって下手しやめざるを得なくなってくる人や逮捕されるし、公開事業というの映画が公開されなくなったりとかする可能性も多いにあると思ってます。でも全部話するんで、はい、順を持ってタイミングで嘘もついてない写真もあるから、天地無動画の件でランナーのタイミングで出したから、彼女がホイって映画出ますみたいなヤフーニュースに書いてたから、僕それがちょっとムカついたんであれ出しました。まあ蜷川美花さんの担当で柴咲コウちゃんと神木隆之介君の主役やるみたいな、あんな大金かけて届くやってるやつが出る映画が4月のゴールデンウィークに公開されるようになるような感じだったんですよ。まあ今から差し替えするのか公開日にするのか知らんけども、そのまま行くようであればじゃあ賭博ってやっていいよねって話なのか、俺からしたらそれぐらいのことをしでかして天地がどう責任取るのかなと俺は思って、これも全部流れ玉やと思っといてない天地、俺ヒカルにムカついてるから何回も言う、あいつから謝罪あるまで俺はヒカルの周りの人間攻撃し続けるから、まだまだいっぱいあるから、でもヒカルの周りは攻撃しても視聴者も思わないし、俺はこういう人たちに中に手のひらを返された人たちがおるから、ここのところで攻撃してまたの人が収まらんから全部やっていきます。もちろん収益化して動くようになったらもっとやります。もっと言えずなくていっぱい話します。今の渡部の話や天地の話なんていうのはもう強者と言ったことが騒ぎやから、俺が何年ずっと芸能界のそばにおったかっていうの一番知ってるから、こいつらほぼほぼ10年以上付き合いのやつ多いから、みんな10代の時から知ってるから、みんなのアキレス腱握ってると思うから。